伊予鉄南予バス株式会社は、愛媛県南予地方をエリアとする、路線バス、貸切バスを運営する、路線バス、高速バス、貸切バス事業者で、伊予鉄グループの一員である。本社は、愛媛県岩田浜市にある、伊予鉄道自動車部からの分社化により新設された、会社である。営業エリアは、愛媛県南予地方のうち、伊予鉄バスが乗り入れる岩田浜市以北で、 三機構を含む。また、2005年10月1日に、同じ伊予鉄グループの伊予鉄熊バスを、九州合併し、伊予鉄熊バスが運行していたすべての路線を引き継いだ、ため、熊地域もカバーしている。八幡浜市内では、同じく、南予地域を主たる営業エリアとする宇和島自動車と、大ね JR 八幡浜駅を境として、同社が北部、宇和島自動車が南部と、 住み分けている。なお、両者の競合区間では、同一地点にある停留場であっても、伊予鉄南予バスが、大黒町一丁目としているのに対し、宇和島自動車が、銀行前であるなど、互いに名称が異なる例が存在する。車両は、路線車、高速車、貸切車いずれも伊予鉄バスの車両とほぼ同じ、外見である。ただし、IC カード機器を搭載していないため IC、 カードは利用できない。特筆すべき車両として、全国的にも希少となったモノコック構造のボディを持つ車両を1台保有しており、2020年現在も不定期運行ながら使用が続けられている。通学、通院利用が中心のため、土曜、休日は全便運休となる路線が多い。また、リオ鉄バスの下記路線については運行管理を自宅している。 ありがとうございます。